プラス3、4日目の旅は青の道で別府駅から博多駅までの旅です。別府駅に36プラス3が入線します。博多行きの到着です。別府駅を出ると木次駅、中津駅と停車します。2つの駅では地元の方々が特産品とともに乗客を歓迎してくれます。やがて列車は門司港駅に到着します。門司港駅の駅舎は国の重要文化財に指定され、本格的な保存修理工事が実施されたそうです。門司港駅については別の動画でご紹介する予定です。列車は門司港駅から今日の目的地博多駅へと出発します。36プラス3は昔ながらの鐘の音が出発の合図です。通勤列車やただの特急とは違う列車に乗っているということを実感させられます。座席の車両の室内はこんな感じです。列車は水戸岡英二さんとドーンデザイン研究所の手によるものです。デザインされたものが見えない力を持って眼前に展開されています。やがて列車は那智島橋を越えます。そして右手には福岡市内としては有吉市異様な光景が広がっています。広大な更地です。ここには以前九州大学箱崎キャンパスがありました。更地を見るのも今だけかと思います。案外貴重な映像かもしれませんね。ポーズが産休ポーズなのでお願いいたします。はい、それでは参ります。36プラス3は産休。はい、ありがとうございます。お参加いただきありがとうございました。では到着まであともう少しございます。ごゆっくりとお過ごしくださいませ。本日はご乗車そしてエピソードへのお集まりいただきありがとうございます。
最後に36プラス3は博多駅に到着し、乗客をすべて降ろします。そして車両基地へと改装されていきます。夢の時間は終わり、現実の世界へと戻る時がやってきます。